ダイビングの時もやっぱり構えがすごい一番最初にいい構えができてると手の出し方とかも一定的に出せるので、最初の構えというのをすごい意識してダイビングに取り組んでほしいなと思ってます。これは一番と言ってもいいかもしれない足の動きで重要な部分なんですけど、左側に飛ぼうとした時に多くのキーパーの人が意識するのは左側の足が一番重要になるだろうというふうな感じで思っている人が多いと思うんですけど、一番大事になるのは自分の軸があって、軸を本当にしっかり左側に傾ける、まあちょっとでもこの軸がある状況から左足だけを出してボールに飛びつくっていうことをすると、かなりパワーを失った状況で飛ばないといけないので、ボールの到達点に届かない、そういう状況を作ってしまうので、いかに左側に飛ぶなら右足の母子球で左側に蹴ってボールに向かうっていうのがまず一番大事なことなので、ここが抜けてしまうといくら遠いボールを届かせようとしても全く届かないので、今まで感覚ない人だとやっぱそんなところを意識したことないので違和感あるかもしれないんですけど、意識してやってもらえると今まで届かなかったボール届くようになってきたじゃんっていう、本当にその感覚を得れると思うので、例えば左に飛ぶときに左足の先はどこを向いてるべきなのかっていう風なところまで意識して、まあ、ダイビングについて考えたことはあんまりなかったんですけど、左側に飛ぼうとしてるのにこういう風に足をついてこういう風に飛ぶっていうのはかなりパワーを出しづらい状況を使った中で飛んでるので、隅っこに行くシュートに対してパワーを使えなければやはり届かない。右足の母子球で蹴って左足飛ぶ方向につま先を向けて飛ぶ、隅っこ隅っこに行く場合だけではなくて、ダイビングをしなければいけないんだけどそこまで距離を出さなくていい、そんなダイビングと2つ分かれると思うんですね。近くに来るダイビング、それとも遠くに飛びつかないといけないダイビング、2点があるので本当に使い分けないといけない。ボールの種類にボールの軌道ボールの場所によってやっぱその使い方を分けないといけない中で、遠いところが届かないそんな人には意識してやってほしいな。ダイビングの時に気にしてほしいのは、この時はもうシュート打たれる時なのでいい構えをしておいてほしい。いい構えをしておいてもらって、あんまりこのスタンス肩幅より広すぎるスタンスを取りすぎると、やはり母子球で蹴る時に蹴ってもこの左足を出す歩幅の距離をあんまり稼げない。言ったらこの状況から左足を出すこの歩幅と、この状況から言ったらここぐらいしか変わる、その時点でダイビングの距離を稼げない。やっぱそこが一番良くないポイントで、やはり隅々にシュート行くってなった時に、まあ、多分、僕が真ん中に構えてるのでゴールは 7.3 にあるので半分で4メートル弱飛ばないといけないんだけど、その4メートル弱飛ぶときに小さい歩幅を何歩踏んでもやっぱり到達しないので、いかに素早く大きな歩幅を踏めるかが結構大事になる。そのときにさっきみたいにこうやって大きいスタンスを飛びついてこれぐらいしか踏めないと距離は全然稼げてないので、できるだけいい構えを意識してほしい。で僕が飛ぶときに母子球をまず意識してほしいので、母子球を意識すると、まあ僕の母子球なんですけど、こういう風に飛ぶ人が多いです。正直こういう風に飛ぶとボールはここ向かってんのに体の向きはこっちに向かっちゃうので、
できるだけこう、こっち方向に向かえるような母子球の使い方をしてほしいので、まずちょっと一回軽めのボール、こういう感じ。今のは左足蹴ってないバージョンなんですけど、右足の蹴りだけでかなり歩幅を出して稼げるだけで、かなりいいコースが来ても手が届く。こういう感じで、その時に先ほども言った通り母子球引きすると、この母子球で出した今度左足の方がこういう風に足を出してしまうと、こっち方向行きたいのに曲がる方向こっちにしか曲がらないので、必然的にこっちに飛んじゃう。なのでボールが決まった、どこで捉えようって決まったところに足を出す、足を出す。そうするとこの膝曲がった状況でお尻のパワーが溜まって蹴り出せる。遠いボールに対してはそこから左足で蹴る。っていう風な感じで飛べるとかなり距離も稼げて端のボールも届くような